世の中的にね。もうすぐ今すぐ来たから俺電話で、ああさっき、ああもうハワイ機でおるんでっつって、あもう向こうで待ってるわけ。ああ全部今すぐ来たから、いやもう聞いてないけど休みないって書いてないけどね。あ霧出てきたな、霧出てきてるやん、危ないな、危ない、もうゆっくりゆっくり、見えんくなったらどうするんですか。いや、それなんやろ。おお。大丈夫か、うん、あれが分からんわ。10分ぐらいか。うわ、ほんまに？うん。あ、はいはい。一応その赤のポイントが一応なんていうの？先ギだ。あ、ギだっけ？厳しいな。今キリやん。キリの場所だよこれ。それ3回目。まあそんなキリ出てないし。石野さん合わせて4回。やっぱみんな疲れてるせいかギャグのせいと思ってるよだいぶね、もう繰り返しに寝たよ、うん、だいぶちょっと押してるよね、笑いもだいぶ少なかったね。ワイパー、ワイパーハイパーでよし、エイブさん、あワイパーいっぱい一発ちょっと、はい、うん、まあでも宿楽しみやな。え、なんで、え、宿の中階段めっちゃね。あ、なんか作業してる。寝室とリビングだけだから、ね、このキッチンだけだ。いや、これ1階建てなんですか。テント2人。これ？テント2人。キッチン用と。うん、あと寝るところ？応接もある。まあ、ないよ。タープ貼ってくれって言われたよ。でもあそこも結構山の上から景色いいんじゃない？ねえ。じゃあ、だから正直あの山の上すぎたかなと思うんだけどな。これまた今下ってるけど登らなかった。そういうことや。中学校？訪問する？え、ここに？すごいな。え？どうやってくんの？うわ、ほんまや、すげえ、グランド貸し切りやん、およそ700、あ、もう着いた、あ、でもこっち住宅街ない、あ、ほんまや、ほんまや、だ言うてた、もう一回言っていい、3回目なの、うん、え、要は赤いポイントのところが一応このあ、このせやろ、この集落というか、あジョコにあのピザハットとかあるところ、うん、結構開けてる、開けてるの、ケンタッキー、あとの唯一の他弁ある、うん、関西スーパーもあるから関西スーパー完全に四国地方やん、よいしょ、子供の子供が、おお、ゆっくりね、安全に、子供見る、久々に安全運転、子供優先で、あっチャイム乗って、田舎のチャイム、これ町内放送あるからね。なあ、聞いとかなかんで。あ、僕田舎あれでしたもん。なんとかは町内に聞こえるような。え？マジで戻るかな、ちょっと。ああ、そうかそうか、奥奥で。うん。で？あ、これな、え、何これマンションあるのこれ？あ、うわ。え？すげえな。え？これ駐車場かな、ほんと違うんですね、これ立体じゃないですね。あの土砂崩れよけっていうかなりリアルなね、こういうとこに、え、結構今のとこにあったんですか、宿、あの温泉な、違う、これ右曲がったとこにある、うわ、この辺か、この先かどっか、これを、うん、右っていうか、まあ、U ターンするような感じ、え、U ターンするの、違う
みたいな感じやん。あら来てない？これも来てる。向こうはオッケー。あ、マジで？この辺やったかな。なんかちょっと待って、ゆっくり目に行って。ガソリンはいい？うん、ガソリン2回目で、あ、まだ地図ちょっと見ようか。ここらんか。ちょ待って、これここで左ですよ。うん、あ、いいいいね。左じゃないですか。うん、左行ってくれとか何もなかったんですか。あれじゃハイビーム、右側に秘境の家っていうのが書いてさっきハイビームにしたんです。あ、ホテル秘境の家、俺ら行くとこやったっけ。あ、そうなんですか。あ、見て、うん、ホテル秘境の家、うん、あ、さっきのところか。あれ右、うん、右に行ったホテル秘境の家。で、こっからは時間どれぐらいかかるかっていう。上田君見てくる。これマジっすか。今何時？5時。あ、じゃあ10分やん。5時10分の到着予定ってなってるから、セカンドでちょっと頑張る。気をつけてやる。セカンドで頑張るでしょ。え、うわ、見えん。もうクラクション鳴らしまくるやん。夜やったら対向車、あ、ライトで分かるか。なんていうの、淡池田で見たような、あの上の方にある集落みたいな感じ。なんなんですか、目的地周辺ってざっくり言い過ぎでしょう全然案内してくれてない。いや、周辺やからじゃんあと10分ぐらい頑張れってことやろ。ここ左行ってくれとかなかったですよ、ね。うん、でももう着くの。いや、まだ一番上の方。うん、一応これ、あの、越えたら集落あるって書いてるから、写真見たらなんかちょっとあと一軒ポツンとある感じじゃなかったっけ。あ、なんかあの、ね、あの Google マップとか見たらなんか何軒かというか、まあ人が住んでるような。ミキ弱いです。これすごいな、これね。ほんま山暗くなったら怖いからね。歩いておりましょうか。ねえ。でもこれ街灯が全くない、ね。いや、当たり前やけど。本当に山登るときなんていうの？あの、会社夜勤明けで行ったときとか、この山道夜中でも7時とか一人で歩いて1時間ぐらい。うん、こういう道真っ暗な中、めっちゃ早歩きやったけどね。怖いなそれ。いや、お前あの鹿とかおるから目光るわけですよ。うーわ、ほんまに鹿見たんすよ。え、見てないのに。いや、鹿は普通におる。猿多いっすね。ももちゃんおったわ。チンパンジーちゃん。あ、チンパンジーか。ももちゃんって言ったら来てくれた。あ、この辺ちゃうんすか。あ、そうあそこや、はい、集落、はいはいはい、集落あった。うん、見えた。手振ってくれて、なんか3人、3人街の人みんながあの黄色いハンカチいっぱい並んでたもん。大歓迎人けえへんみたいなね。あ、でも近いなね、だってナビ放棄するぐらいから、あとは頑張れよってこと。
多分登り切ったとこ。来た。対向車が見える。まあ、対向車が来たら間違いなく僕だけ潰れるパターン。大丈夫。これ全部エアバッグやね。前方からサイドから。サイドは大丈夫ないか。運転席で上飛ぶやつやろ。飛行機のあれみたいな感じで。その下にもなんかありましたね。うん、道ある。あそこあれサイゼリア行く道や。おっと、これやこれだ。いや、これじゃなかったらびっくりしますけど。綺麗なお忙しいよ。おっと、これじゃないか。これじゃない、これではありませんと。なんで、でももうこれより上あんの。あ、ほら、あっちにもあるし。あっちまで行くの。知らんわ。いや、これじゃないぞ。あ、あの、あ、そうや。え、あのね、あ、おかげ、いや、え、え、え、行って行って。で、こう、なんかね、印が書いてるよ。フォレスト行き言うて。あ、フォレスト行き電車って。電車乗り換え。あ、でも、なんか、雰囲気的にありそうな感じですね。うん。いや、ちゃんと。こういうとこちゃうんすか。こういうとこじゃないの、右の白い家みたいな。